サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。天気は曇り、日の落ちるのが早まってきたのが実感できます。清水対浦和レッズ、ジャパンクラブカップ決勝、実況八塚でお送りします。さあ、選手たちが入場してきます。清水、これが予想されるフォーメーションです。対します、レッツ、予想フォーメーションです。小玉、守備力に定評がある非常に献身的なミッドフィルダーです。捉えきれませんでした。リプレイが出ます。深は、これを決められなかったのは悔しい。このシュートは外れました。それではもう一度見てみましょう。お前、プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。マルシオ・リシャルです。どうやらイエローカードのようです。リプレイです。マルシオ・リシャルです。今のは軽率でしたね。同点で後半戦に折り返します。決めたかったですね。リプレイが出ます。鈴木、ちょっと力みすぎたんでしょうか。お前、少し狙いすぎました。ここで一気に全ての交代枠を使ってきました。ゴールを狙った、山岸止めた。注目されるこの試合、前後半では決着つかず延長戦に入ります。行きました。清水、1点のビハインド。
軽率でしたね。狙った、これは決めたかったですね。リプレイが出ます。お前清水、残念ながらこのゲームものにできませんでした。全世界のサッカーを愛する皆さん、こんばんは。相変わらず空は分厚い雲に覆われています。さあ、今日の試合どういった展開になるんでしょうか。清水対横浜 F マリノス、アジアクラブチャンピオンシップ決勝、実況八塚でお送りします。選手たちがフィールドに姿を見せました。清水、予想フォーメーションです。対しますは F マリノス、これが予想されるフォーメーションです。若さ、うまくディフェンスラインを統率しています。うまくコントロールができなかった。リプレイが出ます。うまい、ちょっと力みすぎたんでしょうか。兵道、一発レッドです。ピッチを去ります。これどうなりますかね。リプレイです。兵道、危険なプレーです。富澤、いいカットを見せます。同点で後半戦に折り返します。このシュートは外れました。リプレイです。41番、これを決められなかったのは悔しい。ここでベンチに下がります。新井、ここで投入されます。ここで投入です。藤田、ここで投入されます。それではリプレイを見てみましょう。斉藤、これはちょっと危険なプレー。それではもう一度見てみましょう。富澤、これはちょっと危険なプレー。ここはディフェンダーが勝ちました。試合は延長戦に突入します。
方は止められます。今のプレーをもう一度。ディフェンダーが体を寄せてシュートコースを塞ぎました。前半終わって両チーム同点です。ゴールマウスを恐れました。それではもう一度見てみましょう。田中、プレッシャーに押しつぶされたんでしょうか。原とここで投入されます。ここでホイッスルです。試合は PK 戦に突入です。最初のキック、ここはきっちり決めてきましたね。最初のキック、プレッシャーに負けてしまいました。セヌマ冷静に決めてきました。タイム少し狙いすぎました。アライ、ここはきっちり決めてきましたね。きっちり決めてきましたね。西岡、ここはきっちり決めてきましたね。清水、この瞬間に優勝決定。チームメイトが一つになって喜びを分かち合っています。誇らしげに優勝カップを掲げます。選手が改めてサポーターに意を送りしました。それでは皆さん、またお会いしましょう。